昭和17年の近畿地方の電力供給会社のエリアズ関西配電車市より関西支鉄の電力供給事業では関西の支鉄のうち戦前に電気供給部門を設けていた京阪電気鉄道、阪神電気鉄道、南海鉄道、阪神急行電鉄、大阪電気機動各社の電気供給事業について明治末期の創業から1942年4月1日の 関西配電株式会社の設立により、全社の電気供給事業が終了するまでを解説する。なお文中では、電力会社名は、東京電灯や大阪電灯のように明かりの字を用い、一般名詞の電灯と区別する。また必要に応じ、照明用の電力供給を、電灯、工業用の電力供給を電力と表記する。1870年代に、欧米で、 水力発電や火力発電が実用化され、1879年にトーマス・エジソンが白熱電球を完成し、1980年代に実用的な交流発電機と交流モーターが発明された。1887年東京電灯が日本橋に直流の火力発電所を設置し電力供給事業を始め、引き続き神戸電灯が1888年、 京都電灯と大阪電灯が1889年に営業を開始した。1895年に東京電灯はそれまで市内にいくつかあった小規模な発電所を浅草の火力発電所に集約し参照、交流 50Hz の発電機を設置し、2年後に大阪電灯が参照、交流 60Hz の発電を始めて、現在に至る東西の電力周波数はこの時から、 始まった。当初は長距離の送電は行われておらず、大都市で使用する電力は消費地である都市内に建設された火力発電所に頼る場合が多かった。やがて日露戦争後に山間部の水力発電所から都市へ電力を供給する例が増えていく。すなわち1908年に東京電灯が山梨県の桂川に設けた水力発電所から 東京市内に送電し、1911年には、木曽川発電所から名古屋市内への送電が始まり、都市部の電気も発電単価の安い水力発電への移行が進んだ。当時の電気料金は、現在のような電力使用量に応じた金額ではなく、電灯1個あたりの月間使用量を支払うという設定であった。例えば住職校の電灯を、 週夜使用する場合の月間使用料は明治38年では東京電灯が2円で大阪電灯が1円明治41年に営業を開始した阪神電鉄においては1円40銭という金額であったこの料金は当時の阪神電鉄の運転士や車掌の月給が15円から20円であったのに大使かなりの高額である明治期の電力の使用先は 各電力会社の名称にあるように、電灯照明の使用がメインであった。明治の電球はエジソンが発明した炭素繊維電球であったが、1912年1月に東京電灯が耐久性と効率に優れたタングステン電球を初めて採用し、対象に入ると他の電力会社もタングステン電球に切り替えてゆき、1907年は2%しか、 なかった伝統の普及率は1912年には15.7%、1920年には57.9%と急増した。明治期の工場の動力は各工場に設置された石炭ボイラーによる蒸気機関を使用していた。しかし山岳部にある大規模な水力発電所から都市へ安価で安定した電力が供給されるようになると動力源として 電気モーターの使用が急増し、1917年には工場の動力源は電力が蒸気を上回るようになった。さらに第一次世界大戦では戦場となったヨーロッパからの工業製品の輸入が途絶えた影響で日本の工業化が一気に進み、電気の需要は急拡大した。口実するように関西の隠し鉄の電力供給事業も この時期に大幅に拡大される。1929年にアメリカで起こった株の大暴落ブラックチューズデーを引き金に世界中が不況となった。日本の電力需要も急減し電力が過剰となって電力会社間での競争が厳しくなった。電力会社間の過激な競争は1932年4月に当時の五大電力会社が カルテル組織の電力連盟を結成して終焉を迎えた。しかし1937年に日中戦争が始まり戦時体制が強化されていくに、つれて国家による電力の統制が強力に推し進められるようになる。まず1937年に策定された電力国策要項に基づき1939年4月に日本発送電株式会社が設置され、 電力会社が有する一定限度以上の発電設備などをすべてこの会社に現物出資させて運用は政府が管理するようになった。さらに1942年には国家総動員法に基づく配電統制令によって各地方に創設された配電会社にすべての電力供給設備と人員が移管され、電力が国家によって一元管理される状態となった。 1890年、上野公園で開催された第3回、内国官境博覧会で、東京電灯がアメリカから輸入したスプレー具式電車2台を運転して、観客を試乗させた。これが、日本で最初に電車が走った端緒である。1891年に、京都市の毛上げで、ビワコ疎水を使った水力発電所が完成し、この発電所の電気を使って、 京都電気鉄道が1895年に日本最初の営業用の路面電車を走らせた。次の路面電車の開通は1898年で名古屋電気鉄道が名古屋駅前から県庁前までを開通させた。この時は電力は自社で1 0 0ット直流発電機2機を有する火力発電所を設置して開業した。電鉄会社で最初に 電灯電力を一般に供給したのは小田原電気鉄道で鉄道の開通と同じ年の1900年5月に自社の水力発電所からの電気を使って電力工事の営業を開始し翌年8月に大志電気鉄道から社名を変更した京浜電気鉄道が地元の商店街の要望に応じて自社の火力発電所から電灯電力の供給を始めた首都圏以外では 岐阜県の岩村電気軌道が自社の有する水力発電を使って1906年に 12.6km の電気軌道を開通させ、翌年余剰電力で伝統事業の営業を開始した。関西の私鉄が開業した明治末から大正の初め頃は、現在のような有力な電力会社は存在せず、鉄道のように大電力が必要な場合は、 自社で発電所を作らなければならなかった。多くの電鉄会社がその発電所の余力を使って鉄道開通とほぼ同じ時期に一般家庭に電灯用の電力を供給する事業にも進出した。第二次世界大戦が始まるまでの電気鉄道会社は鉄道事業と同時に鉄道沿線地域の電動電力事業を経営することが多かった。あるいは逆に 電力会社が余剰電力を使って鉄道を運営するパターンもあった。1912年当時のデータでは各地の電力会社が余剰電力を利用して鉄道を経営しており、都根発電が9.1マイル、高崎水力電気が12.8マイル、和歌山水力電気が7.5マイル、広島水力電気が2.1マイル、九州水力電気が4.2マイルの鉄道を 運営していた。関西大手施設の運行開始時期と電力供給事業の開始時期関西施設の電力供給の開始時期は、まず、阪神電気鉄道が運転開始3年後の1908年に阪神間へ供給を開始し、続いて、阪急電鉄が開業と同じ年の1910年、阪急電鉄と同じ年に運転を開始した計半。 電気鉄道が翌1911年に電動電力供給を開始した。1885年から蒸気機関車で運転していた南海鉄道は1907年に南波浜寺公園間の電化を済ませていた。ただ、低新省の許可を得て電動電力供給を開始したのは1912年であった。生駒トンネルの南工事で開業が遅れていた。 大阪電気軌道は鉄道開通の前年の1913年に電力供給事業を始めた。各社の電力事業の開始時期は右の図に見られるように短期間に集中している。この時期は日露戦争終結後の後継期時期にあたり、また当時大阪、京都、神戸の市街を除けば電灯電力を供給する電力会社の供給網は発達していなかったため、 電鉄各社の募集に対して多くの供給要望があって電気供給事業は順調に滑り出した。各社の電気供給事業が出揃った1914年の電動電力事業の収入と全収入に対する割合を可表に示す。対象15年下期の関西私鉄各社の総収入に対する電力収入の比率は各社の事情によって大きく異なり、 京阪50.2%、阪神36.9%、阪急28.5%、南海25.7%、大気17.6%であった。その後各社の電気供給事業は時を追って成長し、阪急電鉄、京阪電鉄、南海鉄道は沿線地域の小規模な電力会社を吸収して営業範囲を広げた。各社とも、 電力需要が増加するにつれ自社の発電所だけでは賄えなくなり安価な外部電力を購入するようになり創設時に設置した自社の古い発電所は撤去していった。その後阪神、阪急、南海は自社の沿線に比較的規模の大きな火力発電所を新設したが、その後も外部からの電力購入も行っていた。 下の表は1938年末の各社の樹、発電能力を比較したものだが、阪急電鉄が設置した2万キロワットの今津発電所は別会社に移管したため、この表の発電能力にはカウントされていない。私鉄の電力供給事業は、戦時下の国家による電力統制により終わりを告げる。 まず1938年に制定された電力管理法によって1939年4月1日に日本発送電株式会社が設立され各社の主力発電所がこの会社に出資された。下に1940年度の各社の電気事業収入と利益、全社利益に対する電気事業の比率を示す。当時各社とも電気事業が有力な収入源であり利益源であった。 さらに統制は、配電にも及び、関西では政府の命令により、私鉄5社を含む14社が出資して1942年4月1日に、関西配電株式会社が設立された。14社の内訳は、設立母体が、宇治川電機と南海水力電機、大阪市、京都市、神戸市の3市、京阪、阪急、阪神、南海、 関西急行鉄道の私鉄5社、京都電灯、日本発送電、日本電力、東方電力の4電力会社であった。各社が持っていた電気供給事業と従業員は関西配電に引き継がれ、関西の大手私鉄による電力供給事業は終了した。事業の引き継ぎに際し、各社が保有していた資産とそれに関連する負債が関西送電に引き継がれ、 その差額に相当する金額が関西送電の株券で各社に支払われた。大阪市、神戸市と京都市は、各市の電気局が市内への電気供給を担当するとともに、各々大阪市電と大阪市営地下鉄、神戸市電、京都市電を運行していたが、この時、各市鉄と同様に電気供給部門を関西配電に出資した。 なお1942年4月の関西配電設立に際し電力供給事業を出資した14社は電力供給施設の固定資産額が500万円以上の企業であった。翌1943年7月1日にこの14社以外の小規模企業の事業も関西配電に統合された。その中には赤市周辺に供給エリアを持っていた山陽電機。 鉄道も含まれる。以下各施設の状況について、電力供給事業を開始した順に解説する。天ヶ崎駅南側にある旧天ヶ崎発電所の建物阪神電気鉄道株式会社は1905年4月12日に大阪、神戸間の運転を開始したが、その電車の運転用に三かと天ヶ崎に同一能力の発電所を建設した。 両発電所は4 0 0ットの直流発電機を確認機備えていたが1機は予備であった。阪神電鉄は開通した年に沿線の電力需要を調査し、路線両端の大阪と神戸の市街はすでに別会社が伝統電力供給を行っていたので、中間の山頂16村、すなわち沿線の冷島村から西灘村までを対象として1908年10月から、 伝統電力供給事業を開始した。開業時の電車運転用の発電所は、第一発電所が、三陰、第二発電所が天ヶ崎に設置され、両者の設備は同一であった。設置された発電機は蒸気機関車と同様に、石炭ボイラーで作った蒸気のエネルギーを蒸気機械に送って、ピストンとクランクで回転運動に変換し、発電するものであった。 発電所1基あたりの設備電力供給の営業を開始すると、会社の予想を上回る量の電灯電力の申し込みがあったため、急遽発電所の増強工事を行い、明治末年までに三影と甘崎の発電能力は、開通当初の2倍以上の 1800kW まで増加した。当時この発電能力には余裕があったため、大阪電灯と神戸電灯へ電力を供給する。 契約を行っている。1914年からは、電灯用の他に、工場動力用の電力の供給を開始した。当時は、第一次世界大戦中の後継機で沿線の工業化が急激に進んでいた頃で、電力需要が一気に増大した。急な電力需要の増加に対して1916年には、今まで電力を供給していた大阪電灯から電力を購入するようになった。 大阪電灯からの電力コストが自社発電所より安価であったため、1919年には旧式で効率の低い山ヶ崎発電所を廃止し、三陰発電所を休止した。しかし、大阪電灯からの給電は不安定で、しばしば停電が発生し、電車の運転休止のみならず、顧客工場の休業も多発した。これに対して、阪神電鉄は新たに、 浜ヶ崎の東浜に大規模な新発電所を建設、1921年6月に 4200kW、第2期工事が終わった1922年5月には 8400kW の発電能力を持つに至った。なお増加する電力需要に対し、自社発電所だけでなく、大道電力や宇治川電機という大電力会社からの電力購入の契約も行っている。 東浜発電所はその後も発電能力を増強し、1937年には1万9 6 0 0ットの発電能力を持つに至った。阪神電鉄の沿線は、大正期に工業化が進み電力需要が大きく、膨らんで電灯電力事業の収入が増え、大正中期には全社の収入の40%に達しており、阪神電鉄が他社に比べて、 鉄道事業の拡張に消極的であったのもこの大きくて安定した収入があったためという見方がある。しかし1920年から始まる不況時代には工業用の電力収入が半分以下に落ち込んだため、電灯以外の家庭用の電力使用を増やすために電気扇風機、井戸用水ポンプ、電気ストーブ、水地用電熱機の販売にも注力する。 阪神電鉄は創業以来阪神間を電力供給エリアとして営業していたが、1929年に当時神戸市の東隣にあって、阪神電鉄の電力供給エリア内であった西郷町、六甲村、西灘村の3町村が野田区となって神戸市に合併された。当時神戸市内全域を供給エリアとしていた神戸市の電気料金に比べて、 阪神電鉄の料金が割高だったため、市内の電気料金の統一を望んでいた神戸市と協議の上、1936年7月に街頭エリアの電力供給事業を神戸市に引き継いだ。1937年に日中戦争が始まると国家による電力統制の動きが強まり、1938年に電力管理法が制定された。 この法案に従って1939年4月1日に設立された日本発送電株式会社に当時1万9 6 0 0ットの発電能力を有していた東浜発電所を出資し、この日以後電力を日本発送電株式会社から購入することとなった。この時点で阪神電鉄は主力発電所を失ったものの、 阪神間の電力供給網は保持しており、配電事業を継続していたが、第二次世界大戦が始まると配電も国家の統制を受けるようになる。阪神電鉄を含む14の会社が出資して1942年4月1日に関西配電株式会社が設立され、阪神電鉄が持っていた電気供給事業と従業員634名が関西配電に引き継がれて、 事業は終了した。阪神が関西配電に出資した資産の金額は、阪神側の見積もりでは約3000万円であり、これに対し額面50円の関西配電の株式40万2448株と、現金278万円の交付を受けた。阪神電鉄が電気を供給したエリアは、鉄道沿線の下記の領域であった。現在の大阪市西部、 天ヶ崎市の大部分、西宮市の南部、芦屋市、神戸市の東部にあたるが、下記の拡張村名は大正3年当時のもの。上記のように、西郷町、西野田村、六甲村は1929年に野田区となり、電気供給は1936年に阪神電鉄から神戸市に移行した。阪急電鉄株式会社は1910年3月10日。 美濃わりま電気軌道として路線を開業し、その後1918年に阪神急行電鉄と改称している。開業当時新淀川へ北に電力を供給する。電力会社はなく村村は石油ランプだけの生活であったので、開業の年の7月2日には沿線上の電灯電力の供給を開始した。電車の開業にあたって自社で三国発電所を建設し 1000kW25。 ヘルツの火力発電機を2台設置した。阪急は三国に火力発電所を置き、開業の3月10日の電力供給は三国発電所から直接給電したが、3月26日には池田に変電所を設置し、池田からも電車用の給電を開始した。ミノアリマ電気軌道が電気を供給するエリアは13、伊北の沿線地区であり、1912年に将来、 軌道を付設する予定の有馬郡の有馬、電気株式会社を合併、1921年に池田、伊丹、宝塚方面を供給エリアとする稲川水力、電気株式会社を合併し、電力供給エリアを拡大していった。この間1915年には大阪電灯からの受電の開始に際し、電灯供給も 25Hz から 60Hz に変更した。 1920年の神戸線と伊丹線の開業に、際し、神崎川と西宮と六甲に変電所を設置し、宇治川電機から電力供給を受けた。1922年4月に1万キロワットの火力発電機2台を有する今津発電所を西宮市に建設したが、同年8月に、この発電所を宇治川電機との共同火力とするため、今津発電株式会社を設置して、 阪急電鉄から分離した。この発電所で作られた電力は、電車の運転以外に、今津の変電所を通じて、電灯電力の供給にも使われた。なお1936年三宮のリー入れの際に、新設した神戸変電所の電力は、神戸市から購入している。開業以来順調に拡大していった、阪急の電力事業だが、戦争の影響により、 阪神電鉄と同じ経緯で終了する。まず1939年に今津発電株式会社を日本発送電株式会社に移譲し、1942年4月に稲川水系の小規模な水力発電所を含む関連設備と人員406名が関西配電株式会社に引き継がれた。阪急電鉄の電力供給エリアは、 宝塚線と美濃線沿線の大阪府西成郡、上津村と大阪府豊野郡、兵庫県川辺郡、有馬電機会社が持っていた三田町、有馬町、山口村とその周辺。また1921年から阪神間に大口電力の供給を開始し、ライバルの阪神電鉄が独占していた地域に、阪急の電力供給エリアが浸透していった。 当時、停電がは頻発して困窮していた、阪神間の大口公客に歓迎されたとされる。さらに、阪神電鉄のエリア内で、阪急電鉄が開発した、岡本、高等園、新川の住宅地については、阪急電鉄からの小口電気供給が認められた。京阪電気鉄道株式会社の大阪京都間は、井のあり電気開通の約1ヶ月後の1910年4月15日に、 開業した。電鉄開業用に、ケマ 2700kW の発電能力を持つ火力発電所を設置し、その能力を使って、開業の翌年の1911年から香り、森口、平方などの沿線地域への電力供給事業を開始し、その後エリアを拡大していった。京阪電鉄沿線の電力への要望は旺盛で、会社はこの事業への拡大策を打ち出した。 1912年に、淀川の対岸の高槻から千里と、豊野郡に供給エリアを持っていた摂津、電気株式会社の買収に着手、電源対策として同年中2 5 0 0ットの発電機2機を購入してま発電所に設置した。1919年に淀川右岸に発電所と電力供給エリアを有する相川水力電機を買収した。さらに、 第一次大戦の影響で増大する工業生産に対して逼迫している電力を賄うため中部地方の水力に目をつけ1919年に基礎川と矢萩川の水力開発を目指していた基礎電気工業株式会社と接班出資した大阪送電株式会社を設立した大阪送電は1921年に北陸の日本水力株式会社と 親会社の基礎電気工業と合併して大同電力となった。1922年には和歌山県に発電所を持ち、地域への伝統電力供給と 14.2km の電気鉄道事業を有する和歌山水力電機を合併し、営業エリアを和歌山県まで拡大した。1926年には同じ和歌山県の日高川水力電機も合併した。 昭和17年に京阪電鉄が電力を供給していたエリア、京阪電鉄の各事業は積極的な投資を続けて拡大していたが、大正末から昭和初期の不強化では1億円に達する借入れ金が経営の重荷となった。その対策の一環として1930年に営業上は順調であった和歌山地区の事業を三重県を中心に、 近畿や四国まで営業圏を広げていたみえ、合同電気に3650万円で譲渡した上で、新京阪鉄道と合弁した。1939年の日本発送電の設立に、際しては自社で大規模な発電施設を持っていなかったので、影響はなかったが、1942年の関西配電株式会社の設立に際し、電力供給施設の教室と、 人員511名を移籍して電力供給事業は終了した。京阪が関西配電に出資した施設の評価額は2720万円であり、関西配電が引き継ぐ当事業の負債630万円との差額2090万円に対し同額の関西配電の額面50円株式が交付された。また1941年下期の 全収入線261万円のうち31.5%の397万円が電気供給事業から得られており、京阪にとっては大きな痛手であった。京阪電鉄が電力を供給していたエリアは、渦のように、淀川両岸の京阪本線沿いと新京阪線の沿線。先行する電力会社が存在していた大阪市内や京都市内とその近辺は、 線の周辺でも給電できなかった。現存施設の中で最も歴史のある南海電気鉄道株式会社は開業当初は単線で蒸気機関車で運行されており、1944年6月に関西急行鉄道との合併によって近畿日本鉄道となるまでは南海鉄道株式会社と称していた。南海鉄道の前市である 阪海鉄道が1885年に南波駅を起点に開業する。南海本線の線路は1897年10月1日の堺佐野間の開業に始まり、阪海鉄道が設置した南波堺間の 837mm 期間の 1067mm への改め機工事が1897年12月14日に完了、翌年9月30日に、 半海鉄道が解散して資産が南海鉄道に移譲された。順次南へ線路を延長して1898年10月22日に和歌山北口に達した。戦前の南海鉄道の収入の中で電力が占める様子。1929年から世界恐慌が始まっている。1904年に関東の後部鉄道が蒸気機関車から電車へ転換し、 翌年には、関西でも阪神電鉄が運転を始めたのを受け、南海鉄道も路線の電化と伏線化を開始する。電化に必要な電力は、墨の絵に出力5 0 0ットの発電機2機を有する発電所を建設して、1907年8月21日に南波浜寺公園間の電化が完成した。その後電化区間は高いし、 貝塚と伸びていき1911年11月21日に和歌山市駅まで全線の電化が完了した。全線電化に合わせて墨野江発電所に1 0 0 0ットの発電機2機を増設して対応した。電化工事中の1906年に電灯電力供給事業への進出を決定し、1912年8月から事業を開始した。供給区域はまず、 仙南郡、仙北郡、次に和歌山県海藻郡に広げていき、1915年8月に鉄道、電力ともにライバル関係にあった半海電気軌道を合併して大和川北川の供給区域を継承した。さらに1918年2月に久黒山水力発電所を持ち、大阪府南部に電力を供給していた泉水力、電気株式会社を合併して、 それまで大阪府と和歌山県に二分されていた本線沿線の供給区域を統一した。なお供給した交流電気は当初 25Hz であったが1919年に全て 60Hz に統一した。電気鉄道の開業用に南海鉄道が住の絵に合弁した半海電気軌道が堺市内に火力発電所を有していた。 住野江発電所、堺発電所、その後堺発電所は1916年に 25Hz1000kW の発電機2台を増設するが、1929年に発電を終了し変電所となる。1927年から運転を開始した、堺発電所は、当時の最新式の機器を設置したが、1939年に日本発送電に出資して、南海鉄道から分離された。 その後1935年に1万キロワットのターボ、発電機を増設し、7000キロワット機を予備とした。また水力発電所として、合弁した泉水力電機から戸山発電所と、混合水力電機から水分発電所廃止を引き継いだ。大阪高野鉄道株式会社は1914年から沿線に電動電力の供給を開始し、 従来石油ランプを使っていた沿線の過程からランプを駆逐していった。1918年には、混合水力電気株式会社を買収して、富田林周辺にも供給エリアを拡大したが、1922年に南海鉄道と合併して、電力供給事業も統合された。この結果南海鉄道の電力供給区域は、大阪府と和歌山県の三市126町村に、 広がった。1927年に当時最新式火力発電所と言われた蒸気酒井発電所を建設し、その後も供給エリアの拡大を図ってきたが、1939年4月の日本発送電株式会社の設立に伴い、酒井発電所と付帯設備を日本発送電に出資した。さらに1942年4月には関西配電株式会社に、 電力供給施設や小規模な旧土産水力発電所などを出資して南海鉄道の電力供給事業が終了した。なお1941年度の総収入3420万円に大使電灯電力の収入は774万円で23%を占めていた南海鉄道の電力供給エリアは南海本線と高野山線沿いであり大阪市南部。 堺市、岸和田市と大阪府仙北郡仙南郡中郷地郡南川地郡と和歌山県海藻郡伊都軍の126町村に及んだ。大阪電気機動株式会社は1914年4月30日に大阪上本町と奈良市の間で電鉄事業を開業した。電車用の電力は大阪の放出に出力1 1 0 0ットの発電機に機を有する。 発電所を建設し、余剰能力で販売用の電灯電力を供給した。放出発電所は、路線開通の前年に竣工したが、完成直後の1913年8月から、大阪府東部の村々に、電灯の電気を、10月には動力用の電力の供給を始めた。電力供給事業の開始が、路線の開業より先になったのは、 路線工事の最大難関である生駒トンネルが難工事で竣工が何ヶ月も遅れたためである。電車の開通後には電力供給区域を奈良県生駒郡に拡大していった。大阪電気機動が開業時に設置した放出発電所の設備は以下の通り。電車の増発と電力供給の需要の増大によって当初の発電所の能力では 不足するようになったので、1919年から宇治川電機から電力の供給を受けるが、その際に電灯電力を当初の2 5ルツ交流から6 0ルツに変更した。その後も営業路線の延長や電灯電力の需要の増大が続き、1929年には宇治川電機に加えて大動電力と日本電力からの受電を開始し、翌年には 子会社の三宮急行電鉄用に東方電力からの受電を開始した。なお放出発電所は1929年に廃止された。電動電力による収入は1940年上期には178万円であり、全社収入1190万円の15%に達している。大阪電気機動とその関連会社は鉄道路線の延長に 積極的であったが、電力を供給したエリアは、開業時の奈良千円線のみに限られていた。昭和17年に、関西急行が電力を供給していた、エリア1939年の日本発送電の設立に際しては、自社で発電施設を持っていなかったので影響はなかったが、1942年の関西配電株式会社の設立に際し、 電力供給施設の教室と人員319名を移籍して電力供給事業は終了した。関西配電への出資価格は1299万200円であった。なおこの前年の1941年に大阪電機機動は子会社の三宮急行電鉄と合併して関西急行鉄道に改称している。上記のように 大阪電気軌道が電気を供給していたエリアは、現在の近鉄奈良線沿線であった。右に、昭和17年の分離直前の宮殿エリアの図を示す。ありがとうございます。